皆さん、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが室外骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には、床のコーティングがおすすめです。床のコーティングなら、セラフ榎本にお気軽にご相談ください。さて、愛犬マルバツクイズです。動物介在療法と動物介在活動の2つの総称として、アニマルセラピーという言葉が使われている。答えは丸です。アニマルセラピーという言葉自体は日本の造語で、正確には動物介在療法と動物介在活動の2つを総称しています。以上で愛犬マルバツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。